建物全体の中でちょっとまた脱線しますけれども、本日何回目ですか？もう分かりない。脱線1回500円にしてくれた。いやだ、うちの自宅を数年前に建てたんですね。拝見しましたよ、ね。でそれもレビットとアーキで両方モデル入れて、で、ああ、やっぱアーキブが綺麗ねみたいな、だからアーキで作る建物を作る工程は一緒なんですけれどもね。で、もう全体はラフに入れてなんですけど、茶室だけはもう畳の目数までこだわって、自分で何でしょうか、ライブラリーっていうか、オジェクトを作って、それでもう畳屋さんに見せたらその通り作れるようなビューモデルを作って、もう床の間のこんな床柱とかね作ったんです。だから私はそれでそれはそれでそこだけは譲れない、ここだけはちゃんと施工してほしい。ね、まあ実は木造建物ですから、施工する舞台が来るわけでも何でもないので、もういくらでも切れますよっていうものを作って収めたことがあったんですけど、なのでそのビムの使い方っていうのは、その人、まあその時は私はモデラーでありお客さんだったんですけれどもね、変な客来たと思ってますよ。そうですよね。